ね、聞いてよ花子ちゃん、明日さうちデートなのね。うん、私デートなんだけど、どこ行こうかなみたいな。でもなんかあのディズニー行こうと思ってんの。だからやっぱ彼氏いるとさ、なんか身の回りに気をつけるじゃん。ファッションとかネイルとか、やっぱ肌とかね、やっぱね、ちょっと磨くじゃん。あ、彼氏いない、あ、彼氏いないか。彼氏いない人にはわからないよね。うん、でも彼氏いるとやっぱりそういう子になんか気を使ったりするんだわね。彼氏いない時に比べてなんかやっぱ女子力が高くなるっていう感じはやっぱ否めないよね。否めこの味噌汁は美味しいなっつって。そう、私は全然なんかそういうケアとかしてなくて、やっぱ恋が一番のなんていうの、サプリメントみたいな感じなところあるじゃん。自分から湧き出るフェロモンというかなんか成分が溢れ出てきて、それでなんか肌がツルツルになったり美白になったりするんだよね。ちょ悪いね、ごめん。困っちゃう、自分の魅力に困っちゃう。自分の美白さ気づいちゃうよねみたいな。隠してるつもりなんだけど出ちゃってるよねみたいな。どうも、キリタンです。ポッ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 、はい、こんにちは、キリタンポです。今日は先ほど私のねリア充話をみんなに聞いていただいたんですけど、まあ私から出る成分で肌が綺麗になってるんですけども、それプラスわかんない、まあ私の成分が主なんですけど、美肌の秘訣はやっぱりなんかこちらにありますルルルンという商品もちょっと助けてもらってます。うん、少しだけ助けてもらってます。うん、商品紹介をしていきたいと思います。これはね、結構ねリスナーさんからよくこうイベントとかでいただいて、私も普段めっちゃ使ってるんですけど、プチプラマスク&パック部門で4年連続1位を取ってる商品です。キャッチコピーはね、この春化粧水。これ本当にね、いろんなパックがあるんだけど、これがなんかリニューアルしてから極厚のシートになったんですよ。すごいそれが保湿感があるような感じがとってもして、私はこれが好きで夜とか朝とかやってます。開けてみるとこんな感じです。この見た目じゃ分かんないと思うんですけど、普通のパックに比べて結構な厚手になってます。はあ、浸透していく、ザ浸透。いろんなね種類があって、これバランス潤いタイプ、これはさっぱり透明感タイプ、もっちり高保湿タイプってなってて、私は朝やるときは他のことをしたりして、その後にメイクをしたりするんですけど、これとかこれは夜にしっかり時間を置いて次の日の朝に備えます。これつけた次の日すごい肌が張りがあって、まあもともと若さっていう張りもあるんですが、それプラス張りがあって化粧のノリも良かったりします。これをやると化粧が一日中崩れなかったり、ちゃんと保湿ができるので肌との密着感が良かったりっていうのを私は感じました。なのでみんなもぜひみんなもぜひ試してはいかがでしょうか。じゃあこれと同じ顔をしてみるよ。サムネかなこれ何で2回言ったっつって。まあ私はこのパックで肌も心もルルル。バイチェル。